いやもう単純にかっこいいっていう、まあ、その一点ですね。僕のまあ使ったことはなかったんですけど、メジャーリーグとか見る中で使ってる選手もすごく多かったですし、まあサードをやるってなって余計やっぱ、好きな選手が、ローニングスのグローブを使ってたんで、めちゃくちゃかっこいいなと思ってました。入りはやっぱりあれですね、今パドレスにいるマチャド選手とか、あと最近はアレナド選手の方が守備を見てるんですけど、やっぱそういうサードの選手の動画とかをいつも参考にしてるんで、2人ともゴールデングラブ向こうでも撮ってますし、はい、そういう動画をいっぱい見たりしてます。まあやっぱりサードはすごく速い打球と難しいバウンドが来るんで、ちっちゃいグローブだとちょっとやっぱこうイレギュラーした時とかに弾いちゃうというか、先っちょだったらで、このグローブとかここ二股分かれてるじゃないですか、だからこういうところにこう引っかかってくれるんですよね。この網が結構僕好きで使ってます。これムネ選手が使ってくれたこのグローブは、基本的に僕らの内野手の考え方からはありえない。日本人だとボックス型で正面でしっかり掴んでっていう型を参考にしてたんですけど、これを使ってもらうことによって、まあ、僕の知識もそうですし、グローブのローリングスのバリエーションがものすごく増えた。もう本当にしっかり掴んで投げる形でいいんや、正面に入って取るっていうよりもっていう、もう新しい何かを一歩を出させてくれた。まあ、でも確かに今日高さん言ったように、僕はどっちかっていうとこう正面に入って取るタイプじゃないんですよ、うん、でかいじゃないですか。だからしっかりこう僕は片手でこうシングルキャッチをしたい派なんで、正面よりちょっとこう外しながらシングルキャッチをしたい派なんで、そういう部分でやっぱり長いとこのショートバウンドで取るときでも先に引っかかったりしますし、逆シングルもちょっとこう安心感あるんで、そういうとこがいいとこかなと思うんですよ、この部分。僕正直ちょっとグローブ作るの苦手なんですよ。でうまくいったことが本当少なくて、最初にここのポケットの部分を僕は叩いてもらうようにしてて、でそこからはちょっとこう僕は逆シングルで取ることが多いんで、こうパッて開いた時に柔らかくなりすぎるとやっぱちょっとこうなっていくじゃないですか、それがちょっと僕は嫌なんで、ちょっとこうこっちの指を開いて、なんですか、開いてパッて開いた時に大きく見えるように、どこでもこう入って引っかかってくれるようなイメージ、ちょっと大きくしてるイメージですね。自分の、プレースタイルを理解してるから、やっぱりこの形を自分で作れる、でそういった広がりとかのこだわりを持ってるっていうのがやっぱり一致してるので、やっぱり2年連続ゴールドグラブを取るだけの、やっぱりそのグラブに対してのこだわりっていうか、まあ理解度っていうかな、自分のグラブをより理解して、自分のプレースタイルも理解してグローブを作ってくれてるなっていうイメージはやっぱ大きいですね。ローリングスさんと最初契約した時は僕はまだ外野手だったんですけど、途中でサードになったじゃないですか、で出始めて、まあ確かにメジャーリーグとかもたくさん見てて、でそういう守備をしたいなと思ってずっと守備練習とか取り組んでいたの で1年目最初ゴールデングラブ賞を取った時は本当にすごく嬉しかったですし、でそれでたまたまこうタイミングでこのゴールドラベルになったんで、これ本当に欲しかったですよ、この金のやつが、かっこいいじゃないですか今。たまたま本当にいいタイミングで僕もサードになることができて、そのサードで取ることができたんで本当に嬉しいですし、やっぱ毎年こう目標にする賞ではあるので、まあ、僕のこの野球の何て言うんですかね、やる気を高めてくれるというか、そういった賞だなと思います。はい、ちょっとでもやっぱグローブが寝てしまったりとかしたら、変なとこ当たってこうポンって転げしまうんで、しっかりこの転がってきたところに対してちゃんと目を向けることで
多分中心とかでしか取れないじゃないですか、うん、だからそういった部分でこう面をちゃんと向けて取るっていう部分ではすごいいいな